皆さんこんにちは。佐藤トールのアメダスチャンネルへお越しいただきありがとうございます。今回も私四国メタンが皆さんをご案内いたします。今回は新潟県糸魚川市にある糸魚川アメダスです。データ変換機の扉にあるプレートがありませんが、ここは確かに気象庁のアメダスです。全体写真から参ります。最初にアメダスの北側から、続いて東側から、南側から、最後に西側からです。気温や風向風速を測定する普通のアメダスです。こちらは通風筒です。中に気温計が入っています。続いて雨量計です。除炭付きの温水式です。除炭とはこのカバーのようなものです。雨水の補足率を上げるためのものです。また雨量計の側面が張り出しており、温水式であることがわかります。雨量計も通風筒も高いところに設置されています。雪にうずもれないように高くしているものと思われます。柵の中を観測路上と言いますが、防霜マットで敷き詰められています。しかし少しずつですが植物の侵入を受けているようです。糸魚川アメダスはこちらになります。最寄りの駅は越後押上翡翠海岸駅になります。駅からアメダスまでは歩いて10分弱、1キロもないようです。遺跡です。2回移転していますが、いずれも海側の方へ移転しているようです。さてこの糸魚川アメダスには全国一の記録があるのですが、皆さんご存知でしょうか。それは1日の最低気温が最も高いという記録です。最低気温が最も高いってどういうことでしょうか。こちらをご覧ください。これは気象庁のサイトに掲載されている過去の気象データです。この行です。2023年8月10日糸魚川ではその日の気温が 31.4 度、下回ることがありませんでした。最高気温では熊谷と浜松で観測された 41.1 度が有名ですが、未明や夜には30度を下回っています。ところが糸魚川ではずっと30度を上回っていたのですから、とんでもない暑さだったと言わざるを得ません。8月10日の最低気温のランキングはこちらです。松山以外はいずれも日本海側です。特に糸魚川、高田、相川は近くにあり、いずれもこのランキングの常連です。過去の全国ランキングを見てもこの3カ所で上位を占めています。この3箇所の位置関係はこんな感じです。マークの色や形については別の機会にご説明したいと思いますが、これら3箇所のアメダスの間に気温を測定しているアメダスがあることがわかります。黒字のアメダスはいずれも街中にありますが、赤字のアメダスはおおむね周辺部の建物などが少なくなっています。はっきりしたことはよくわからないのですが、気温が下がらないことと何らかの関係があるのではないかと思っています。赤字のアメダスのいくつかは動画を公開していますので、新潟県のアメダスという再生リストからご覧いただけると幸いです。今回は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もよろしくお願いします。よろしければ高評価、チャンネル登録
お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。